ダウニーはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス郡南東部に位置する都市である。ロサンゼルス市中心街から南東に3マイルにある。2000年国勢調査では人口10万7323人だったが2010年では11万1772人と4.1%増加した。アルタカリフォルニアにスペイン人が到着する以前ダウニーとなった地域には トングバ族インディアンが住んでおり、スペイン人は彼らのことをガブリエリーノと呼ぶようになった。スペイン植民地としての歴史は1771年にカリフォルニア州の歴史史跡にもなっているサンガブリエル・アークエンジェル伝道所が設立されたのが始まりだった。この伝道所が設立された土地が今日のロサンゼルス地域の発祥地となっている。1784年、 スペイン総督、ペドロ・ファヘスが、元軍人のマヌエル・ニエトに土地を特許した。この土地はスペインがカリフォルニアを支配していた時代では、最大の土地特許によるものだった。広さ30万エーカーに及ぶ、この土地は、東はサンターナ川から、西は昔のサンガブリエル川にまで、北はミッションハイウェイから、南は太平洋にまで広がっていた。あとに、 サンガブリエル伝道書の所有地との係争でいくらかは減らされた。スペインによる土地特許の中でカリフォルニアで認められた25カ所は後に権利が継承されなかったメキシコによる土地特許とは異なっていたが、スペイン王室による権利付与とともに放牧を行う許可に類似していた。ニエトのランチョはその死とともに4人の子供たちに渡され、 1833年に、ニエトの承継者が、メキシコの知事、ホセ・フィゲロアに、資産分割を請願するまでそのままだった。はじめのランチョの北西部は、現在のダウニーとノーウォークがある地域であり、ランチョサンダガートルードとして、マヌエル・ニエトの息子アントーニオ・ニエトの未亡人である、ホセ・ファコタに継承を認められた。 ランチョサンダガートルードは広さ2万千エーカーあってこの時でも広大なものであり、ロサンゼルスのプエブロより東では社会生活の中心だったニエトの加算があった。米国戦争が終わった1848年、カリフォルニオのランチョの多くはアメリカ合衆国のマニフェストデスティニー原理に従って西部に移住し、地位のあるスペイン系カリフォルニオの家庭と婚姻を結んだ。 裕福なイングランド系アメリカ人のものになっていった。ダウニーの町は南北戦争時のカリフォルニア知事ジョン・ジー・ダウニーによって設立され命名された。知事のダウニーはリオ・ホンドとサン・ガブリエル側の間で購入した土地を分割した。1873年にサザンパシフィック鉄道がこの地を通り、1940年頃まで地域の農夫は穀物、トウモロコシ、 トウゴマお及び果実を育てていた。ダウニーの街は1935年にはオレンジソーリンの街と表現されていた。ダウニーは1956年に自治体化し、1964年には認可形態を取った。第二次世界大戦後は農地に変わって、郊外住宅と工場が建っていった。最大雇用主ははじめバルティエアクラフト、後にはノースアメリカンアビエーションとなり、 その施設はアポロ計画やスペースシャトルに使われたシステムを生産した。ダウニーで続いた70年間の航空宇宙産業は1999年にロックウェルの工場が閉鎖された時に終焉を迎えた。ロックウェルの元工場はダウニーランディングのショッピング用施設、カイザーパーマネンテの病院、公園、宇宙博物館及びダウニースタジオに転換された。 ダウニー市の中心近く、レイクウッドブールバードとファイアストーンブールバードの交差点はかつて世界でも最大級に半から交差点だった。修道19号線はパサデナ市とロングビーチの港をつなぐ幹線道であり、修道42号線はロサンゼルス市とサンディエゴ市を結ぶ昔のスペイントレールシステムの一部だった。九百六十年代、街のダウニーレコードが ザ・シャンティズのサーフィン曲、パイプラインを録音したことで、小さな悪評をこむった。町の主要公立高校2校が、ダウニー知事とアール・ウォーレン知事にちなむ校名を採用した。市内には、ロサンゼル、脊髄損傷やポリオゴ症候群の治療に果たした、革新的な功績で世界に知られる病院である。2008年のアクションコメディ映画、スモーキングハイにはダウニーが登場した。 フロレンスアベニューに沿った建物の多くが映画冒頭のドライビングシーンで映された。ダウニーは北緯33度56分17秒整形118度7分51秒、北緯33.93806度整形118.13083度、33.93806-118.13083に位置する。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 地域全面積は12.6平方マイルであり、この内陸地は12.4平方マイル、水域は0.2平方マイルで、水域率は1.35%である。ダウニー市の西にはサウスゲート市、北西にはベルガーデンズ市、北東にはピコリベラ市、東にはサンタフェスプリングス市とノーボーク市、南にはパラマウント市とベルフラワー市がある。 以下は2000年の人口統計データである。ダウニーの人口構成で、キューバ人とキューバ系アメリカ人が1.96%を占め、アメリカ合衆国西部の都市では2番目に高いものとなっている。ダウニー市役所カリフォルニア州議会では、上院の第27及び会員の第50、第58選挙区に属している。連邦議会会員では、 カリフォルニア州第34選挙区に属し、クック投票動向指数では民主党プラス23となっている。2010年時点ですべて民主党議員が務めている。ロサンゼルス軍健康サービス部がウィッティア市にあるウィッティア健康センターを運営しており、ダウニー市民も利用できる。アメリカ合衆国郵便公社がダウニー郵便局、北ダウニー郵便局、 および南ダウニー郵便局を運営している。ダウニーの包括的年間財務報告書2009年版によれば、市内の大きな雇用ストップ10は、以下の通りである。歴史的、マクドナルドレストランマクドナルドでは、最古の営業中店舗、ダウニーのレイクウッドブールバードとフロレンスアベニュー角に、あるダウニーのレイクウッドブールバードとフロレンスアベニュー。 パク1207にある1953年建造のマクドナルド店は、マクドナルドの3番目にフランチャイズとなったものであり、現存する中では最古である。歴史保存国家信託の1994年、最も危険度の高い歴史史跡リストに掲載されている。ビックとマックのマクドナルド兄弟にレイクロックが加わる。 前の1号店であり、当初のゴールデンアーチや高さ60フィートのスピーディアニメネオンサインが残っている。この店は、売り上げ不振、1994年、ノースリッチ地震による損傷、さらに車に乗ったまま返却できる窓口や、室内座席がなかったことで、一旦閉鎖された。しかし、大衆と保存運動家の要求で救われた。 マクドナルドはこの店舗の改修に2年間を費やし再開させた。現在の客は昔からの店舗と隣接するギフトショップと博物館を見ることができる。タコベル1号店1962年3月21日、グレンベルがダウニーにタコベル1号店をオープンした。ジョニーズ・ブロイラージョニーズ・ブロイラーは大部レストランとコーヒーショップだった。この店は映画や テレビドラマに登場し、テレビのコマーシャルや音楽ビデオにも使われた。1958年に完成し、グーギー建築の一例である。ジョニーズ・ブロイラーは南カリフォルニア大衆にはよく知られており、その多くは数マイルをドライブして、その広大な敷地を巡回した。レストランは2001年に閉鎖され、以降は中古車販売業者に賃貸された。 2007年1月、この賃借人が違法に建物の解体を始めた。建物の解体は止められたが損傷が激しかった。ただし看板は無傷だった。2008年4月、トーランスのボブズビッグボーイレストランのオーナー、ジムラウダーがジョニーズブロイラーのオーナーと、長期賃貸契約を結んだ。この店は、ボブズブロイラーとして再建され、古い構造の残っていた部分を新しい店に、 取り入れた。ボブスビックボーイブロイラーは現在営業中である。ダウニーの2008年における強盗、過重暴行及び軽微な窃盗の件数は低下したが、自動車泥棒は10年来の高水準になった。この年、1231台の自動車が盗まれた。FBI による犯罪指数では、強盗252件、過重暴行172件、合関24件、 野党711件、窃盗2038件となっていた。反ギャング活動1980年代後半と1990年代初期、ダウニーではギャングの活動が増加した。今日でも市の南部では活動が続いている。これに対応するために、ダウニー氏は10歳から20歳までの若者がギャングと距離を置くように奨励する地域に根ざした組織、グッドを結成した。 グッドは多くの地域社会の行事を組織化することや様々なスポーツ、放課後の世話、カレッジ入学を目指すが危険な状態にある生徒への奨学金及び若者やその両親のカウンセリングといった活動も行っている。グッドはダウニー警察と密接な連携をとっている。ダウニー市では週間高速道路105号線がそのメトロの鉄道線とともに 市内の南部を走っており、週間高速道路5号線と道605号線は市の東部を通り、週間高速道路710号線は市のすぐに西側を走っている。ロサンゼルス郡都市県交通局が市内のバス便を運行している。またダウニーリンクと呼ばれる市内バスを市が運行している。ダウニーの典型的なジンジャーブレッドハウスダウニー氏は、 ダウニー統合教育学区の管轄範囲にある。公立学校は高校3校、中学4校、小学校5校がある。私立学校は宗教系の5校がある。ダウニー市図書館が市民のように教している。ダウニーで最初の図書館は1901年に1898年創設の婦人の社交クラブによって設立された。 ロサンゼルス軍公共図書館が1915年9月にダウニー市内に文館を開いた。この文館は数度移転し、最終的に軍市民センターに入っていた。1958年、ダウニー市市政委員会が独自の図書館を創設し、軍のシステムから撤退することを表決した。市の図書サービスは、ある本屋の背後から始まった。 1958年7月1日、私立図書館は元ダウニー小学校で、その後市役所と警察署として使われていた建物のカフェテリアにオープンした。高級的な図書館の建物は1959年12月7日に建設された。186,200ドルの建設費で約16,000平方フィートの床面積があり。 1>, 1平方フィートあたりの建設費は11.97ドルとなった。12月17日に除幕され、18日に開館された。1984年2月、約12000平方フィートの増築が行われた。ロサンゼルス軍公共図書館の本部はダウニー市内にある。ありがとうございます。